ゆうちゃまの今期気になるドラマトーク。どうもゆうちゃまです。10月から始まるドラマ、新しいドラマいくつかあると思うんですけど、今回は見るドラマをだらっと紹介しようかなと思います。もしよかったらコメント欄で皆さんの今期見るドラマとかあったら教えてください。じゃあそれではいきます。まず1つ目、朝ドラ舞い上がれ、福原遥さん主演で、主題歌はバックナンバーみたいですよ。ちなみに福原遥さんはあのマインちゃん、あの NHK でやってたマインちゃんの方ですね。もうね、今回の朝ドラめちゃくちゃ楽しみです。もうこのドラマ見て毎朝仕事頑張れそう。見る前から期待大な作品ですね。朝ドラってさ、こう最近よくネットで言われてるので、あんま言わないであげて、まあ、そこだけちょっと心配です。2つ目、最高のオバハン2続編ですね。1年前やってたドラマが人気で続編になったみたいですね。もうゆうちゃまはそこに出演してる松本まりかさんが大好きなので、めちゃくちゃ嬉しいです。役柄もすごい可愛らしいキャラクターなので、今から楽しみです。大地真央さんの力強さも健在って感じなので、面白そうなので、ぜひぜひ要チェックですよ。3つ目、霊媒探偵上塚翡翠、これ読み方合ってるんですかね。原作は小説なんですかね。まあ、探偵ものの作品で、キャストがね、ゆうちゃまが好きなキャストさんしかいてない。主演がおかえりモネの主演をやられてた、ややこしいですね。まあ、主演があの清原果耶さん、おかえりモネの主演をやられてた方ですね。あと瀬戸康史さん、俳優の瀬戸康史さんで、女優の小芝風花さんで、俳優の及川光博さん。もうキャスト豪華すぎません？なんか僕にとって好きな役者さんしかいないっていう。まあなんか嫌いな役者さんいるのかって話なんですけど、結構好きな役者さんで固められてて、分かってるじゃんっていう感じですね。あと、まあ追いかけてる作品だと、仮面ライダーギーツとか、アバタロー戦隊ドンブラザーズ、まあ、日曜日に放送されてる日朝作品ですね。あとは10月4日にあの最終回なんですけど、 NHK ドラマオリバーの犬この野郎シーズン2とかもう見てるので、まあそちらも楽しみですね。10月から見るのたくさんでお腹いっぱいになりそうです。もうドラマ見てね、お仕事も頑張れますよ。ドラマ見終わったら何事もなければ語りたいと思うので、お楽しみにしていてください。なんか語らないとっていうプレッシャーはあんまり良くないので、気楽にね待ってもらってたらいいかと思います。ゆるく待っててください。それではゆうちゃまでした。アニメで言うとブリーチの新作千年決戦編もやるので、そちらもちょっと楽しみですね。いやー早く見たい。最後まで聞いてくれてサンキュー。他の動画よろしく。